ワシントン・セネタースここでは1891年から1899年にかけてワシントン DC を本拠地としてアメリカン・アソシエーションとナショナルリーグに加盟していたワシントン・セネタースについて記述する1891年にアメリカン・アソシエーションに加盟この年はワシントン・ステーツメント名乗っていたメンバーとして固定していたのは保守のディーコン・マクガヤを はじめ数人で多くの選手が入れ替わりながらシーズンをこなしていた。1891年のセネタースではそれまで活躍してきたポール・ハインズ、ポップ・スナイダー、フレッド・ダンラップなどの選手も在籍していたがいずれも1891年のセネタースを最後に現役を引退している。この年アメリカン・アソシエーションが解体されるとセネタースはナショナルリーグに移った。 1892年にナショナルリーグに移ってから、チームは、セネタースと名乗るようになる。しかしリーグを移ってからもチームの勝率は3割台となかなか勝てなかった。1892年のシーズン終盤になって、セネタースはニューヨークジャイアンツからジムオルークを獲得、チームの再建を託して1893年に、兼任監督に据えたが効果はなかった。 前年に29勝26敗の成績を残した主力投手フランク・キレンをピッツバーグにトレードに出した後で1892年に3点台半ばだったチームの防御率はこの年5点台半ばまで悪化チームは12球団中の最下位に終わったその後監督はガス・シュメルツに交代するが投手陣の整備に時間がかかり1895年にようやく 控え投手のアルマウルが16試合に登板して、この年の最優秀防御率を記録する高騰を見せるなどした。チームは、シュメリツのもと少しずつ成績を上げ、1897年シーズンには、チーム最高の6位までなった。ただこの年序盤で大きく負け越したため、シュメリツはシーズン途中で監督を交代させられている。翌1898年シーズンも序盤につまずき、 前年チームの勝ち星を伸ばした監督のトム・ブラウンを早々に交代させてしまう。しかしチームはシーズン終盤に14連敗するなど勝率を再び3割外に下げてしまった。結局セネタースは9年間活動したが勝ち越したシーズンが一度もなかった。1899年ナショナルリーグは参加球団の縮小策を打ち出し、それに伴ってセネタースは 削減対象となり同年解散した。ありがとうございます。